さんこんばんは。僕のアグレット談話のゆうです。ですね、ごめんなさい。非常にお久しぶりでございますということでしてね。今までちょっとしばらくね、お休みをいただいていたという感じなんですけれども、今回早速ね、改めて12月に入って、ホリデーパス2022っていうね、クリスマスプレゼントみたいなイベントも発生しておりますので、改めてアグレットのね、まあ、良さというか、まあ、今後のビジネス目線で改めて放送したいなと思って、今動画を撮っておりますので、よろしくお願いします。ということなんですけれども、簡単に言うとですね、スタッシュに、とあるクッキーが入っております。で、そのクッキーを見つけるごとに、いろんな商品というか、まあ、報酬を獲得することができますと。で、それによっていろんな、まあ、服であったりだとか、靴だったりが手に入りますよ、みたいな話をしているわけです。それが12月1日から12月31日まで、年末まで、実施するということですね。で、しかもこれ面白いところがあって、要はもちろんですけど、無料で始められるんですよね。で、かつ、ショップにあります、この金色のチケット、ホリデーパスを購入すると、さらにボーナスポイントをもらえますよ、報酬がもらえますよ、みたいな話をしております。で、特に大事なのが、この上位50人のクッキーコレクターには NFT をプレゼントします。クッキーのおそらく数なんですかね。そのスタッシュに入っているクッキーを集めた上位50名にはオリジナルの NFT がプレゼントされるということで、非常に興味深い内容でございます。まあ、とはいえね、まあ今のはね、そもそもアグレットだけじゃなくて仮想通貨業界にははっきり言って冬の時代が到来してるってことは、まあ、私が言うまでもないことで皆さんお気づきだと思うので、今回の話も、まあ、必死にやらずに、本当に楽しむ程度でやってもらえればいいかなというふうには私は思っています。アグレットっていうのはあくまでも他の業界祝いの中では一番マシな、まっとうな種類の企業でもあるので、で、何年も続いて、ナイキだとかアディダスとかからも、いろんなところからも助力してもらっているいい会社であるってことも、皆さんだったら、私の解説動画を見てもらっている皆さんだったら、もうすでにわかるかなとは思うので、だからこそ、でも、過度にこう期待はせずに、まだ今回せっかくね、催し物をやってもらったっていうのはね、感謝しつつ、このクリスマスクッキーチャレンジっていうのにはみんなやってみようかなと、みんなでやってみてはいかがでしょうかっていうお話でございます。うん。だからね、今回上位50人のクッキーコレクターでしょ？だから、そもそも目安でスタッシュにどれぐらいクッキーが入ってるのかっていうパーセンテージがね、私も正直まだ分かってなくって、ちょっと収集しきれてはいない謎なんですけれども、クッキーが手に入るといいなっていう感じで、あったら儲け物かなって感覚で、いろいろこういうのを楽しんで見てみるといいのかなと思っております。予想なんですけれども、5つか10個をめぐって1つ見つかるぐらいな確率に抑えるんじゃないかなと思うんですよね。だからそれ以上にめちゃくちゃ可能性減らしちゃうと、うまく回らないですし、逆に、これまでのイベントでもそういう風にかなりレアなものにしちゃったので、10月のハロウィンの時の骨の靴ですね。あれなんかも私もそうですけど、結局、マーケットの方で買うしかなかったみたいな、それぐらいレア度の高いものではあったので、その反省というか、それをある種反省として、データを取り込んでいるのであれば、アグレット的な立場で言うと、このクッキーの出し方、割合っていうのはもうちょっと高めにしてくれるんじゃないかなとは思うんですね。じゃないと、今の業界隈も寒くなっているというのも相まって、ユーザーに逃げられてしまうというか、ユーザーがいなくなってしまうこと自体が、死活問題のはずなので、そういった変な、低確率にはしないとは思うんですよ。ただし、だからこそ、この上位50人に入れるかどうかっていうのも、いろいろ今回国別でも何でもなくって、人別でやっていくので、といってもね、ほとんど日本人が結構熱心なユーザーであるということはデータ上にもわかるので、日本人同士の戦いになるかなっていうふうな感じであるとは思うんですけれども、それでも気楽にやっていけば、棚ぼたじゃないですけれどもね、意外といろんな報酬をもらえてラッキーっていうふうな、クリスマスシーズンになるかなとは思っております。ということで、ね、今回はもうこれだけざっくりとなんですけれども、動画の解説を以上で終えます。なかなかね、アグレットはまたでもマシな方なのかな、他のムーブトゥーアウトとかそういう、稼げるぞ系で言いまくってるところだが完全にオワコンになってる状況だとは思うのでね。その中でアグレットは、計画通りに少しずつ進んでいって、遅くなってるのも必ず遅くはなったけれども、計画通りに達成できているところが多いので、あとはね、もう早く NFT のオープンシーンとかだとね、売買ができるようになってほしいなとか、独自トークンちゃんと正式にリリースしてほしいなとかはあるんですけれども、今はね、冬の時代が正直到来しているっていうのは事実ではあるので、そこら辺はね、焦らず、ゆっくりとドーンと構えて、こうユーザーとして楽しんで遊んでいったらいいんじゃないかなっていうふうには個人的に思っております。
まあ、ちなみに余談なんですけれども、私って結構こういう仮想通貨というよりか、まあ、もともとその最先端技術に興味があったので、こういったアグレットも知ることがあったみたいな話なんですけれども、それで最先端技術としてもう一つ浮かび上がるのが、その AI、機械学習とかディープラーニングのあの話なんですよね。でも、AI だと、あれって3つの壁を乗り越えてるんですよ。要は、ですね、2回、ポシャってるんですよ。いわゆる今みたいな、こう、お箱の時期っていうのが2回到来して、3度目の、今の時点でコロナと相まって、非接触技術とかがこう、必要視される中で、あ、AI 使ったらいいんじゃねとか、いろんなソース、ハードウェア的にもソフトウェア的にももう揃ったよねってなって、ようやく3度目の正直で AI の時代が到来したっていうふうに言われているぐらい、何度もこけまくってた技術なんですよ。まあそういったすごい、今ではね、すごいありがたがられている最先端技術の AI でさえそんなんなので、まあ仮想通貨のね、こういったトークンとかそういった話の技術についても、まあ冬の時代が何回か起きてしまうっていうのは、まあ、むしろある種普通のことなのかなというのは個人的には思っているんですよね。まあなので皆さんもね、まあある種その過度に一攫千金だっていうような感覚にはとらわれずに、まあでも昔ながらずっとこうね、例えば NFT 初代の方を持っていたら、まあ最終的に上場してね、オープンチとかで売れるときには、まあそこそこいい値段で売れるんじゃないかなとか、まあそういったね、こう長期保有する株みたいな感覚で、まあ楽しんでゆっくりのんびりしてもらってもらえればいいんじゃないかなというふうに個人的には私は思っております。というところでございますかね。まあ、ということで、今日はこんな感じでございますが、いかがだったでしょうか？はい。ということでね、またそれでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。